おい、池田、久しぶりじゃん。おお、なる。あ、なる。あ、の、の、の、農家ね、なる。え、何、何？農家ね、なる。農家ね、なる。じゃあ、ごめん。え、な、なんて言ってんの？ああ、ごめん、あの、アイスコーヒーでいい。アイスコーヒー。あ、何飲むって言ってたの？喉乾かない、何飲む。あ、そういうことね。すいません、アイスコーヒー一つ。あ、頼んで。アイスカフラテ。いや、アイスカフラテにしようか。コーラ。あ、アイスコーヒーじゃなくてコーラでお願いします。はい。いやー、暑いなー。いや、そうだな。どう？元気だった？まあ、最近何してんの？最近仕事どうよ？仕事？あ、仕事何してたっけ？いや、もうサラリーマンかー、大変だなー。まあ、だから土日休みなのか。あれ、結婚は？いや、結婚は、いや、まだか。はいはいはい、親御さん早く安心させないとな。あ、そうだな。いや、俺はまだだよ。ちょっと、なんか早いな。何が？会話のスピードが。嘘？うん、普通より 1.5 倍は早いかな。あー、そっか。あ、ごめんごめん。どうかしたの？あ、いや、久しぶりに会ってさ、嬉しくなっちゃって。あー、そういうこと？うん、そうそうそう。いや、なんか焦ってる感じに見えたから、この後なんかあんのかなと思ってさ。いやいや、なんもないよ。大丈夫。あ、大丈夫？うん。にしても本当久々じゃない？いや本当だよな。え、どんぐらいぶり？いや3年ぶりぐらいじゃない？いやそんな経つか？多分。いやそんな経ってないだろう。いやそのぐらいじゃない？え、そう？え、最後にはあといつだった？いやわかんないけど。なんだよわかんないってお前。いやでも3年ぶりはちょっと言い過ぎじゃねえかな。じゃあ何年？だからいつあった？そこ重要？別に良くない？何年でも。あ、まあまあまあ。3年前。3年。間違いないよ。3年。え？切れてる？いや、切れてないよ。久しぶりに友達なんて切れるわけないだろう。あ、何？なんかあんの？え？ない、なんで？いや、時計見たからさ。あ、いや、今何時かなと思ってさ。ああ、そういうことか。なあ、村上、いろいろ聞かせてくれよ。いろいろ？久しぶりに会ったんだからさ、なあ。まあ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 、まあ。月いくらぐらいもらってんの？は？え？え、何それ？何が？変だろ。どこが？いや、月いくらもらってると。あ、聞かない？聞かないよ。でもさ、俺いろいろ聞かせてくれって言ったじゃん。いろいろってそんなに広い？いくらもらってるかなんて広くないだろ。いやでも不自然だろ。じゃあ自然な話ってなんだよ。いや最近どうとか仕事は順調みたいな。そんな話さっきしたじゃん。いや一応してたけど、そういう話から徐々にゆっくりなんかいろんな話になっていくじゃん。なってたじゃん。でもゆっくりではなかったからさ。そう、うん、いきなりさ、いくらもらってるとか聞くのさ、金借りようとするやつしか言わないよ。あ、じゃあ借りちゃおうかな。え、決めた、借りちゃおう。どういうこと？お金借りちゃう。お金借りちゃう。ね、お金借りちゃう。もしかしてさ、金借りるために呼び出した？いやー、そうじゃん。ちょっと黙っちゃったらそれはもうそうじゃん。違うよ。だからこう金を借りる話の流れになったから借りようとしただけだよ。金を借りる話の流れ？あ、借りる話というか貸す話の流れに。貸す話の流れ？うん。何貸す話の流れって？いや、わかんないけど、お前が金を貸す話の流れを作ってたよ。ああ、そうだね。貸す側って俺ってことだね、もちろんね。うん、そうだよ。金を貸す側が金を貸す話の流れを作ったってこと？うん。お、なんで？相手が借りやすいようにじゃない？見えてるの？なんで？なんで貸す側が借りる人間の借りる環境を整えなきゃいけない？ちょっとちょっとね。じゃあさ、俺がすごく金を借りやすかったのはなんで？知らねえよお前。お前金借りようとしたけ
お前さ、金借りるのめちゃくちゃ下手だぞ。あ、とりあえずお金貸そう。まあ、それやめろ。あの、ムカつくからとりあえず。あ、まあ、とりあえずそれな。そう、まあ、お金貸そう。いやいや、貸そう。その言い方もやめて。金借りたいって言え。わかった。金借りたい。な、頼む。ちょっと時間ないんだよ。何が？あ、今、休憩取ってんだよ。休憩？駅前のパチンコ屋で休憩取ってんの。パチンコ屋の休憩って何？いや、パチンコ屋ってさ、何も言わずに台離れるとその台強制的に開けられちゃうんだよ。だから店員に休憩取りますって言ったら、ある一定時間だけその台確保してくれるの。え、じゃあお前その時間で俺を呼び出して金借りようとしてんの？最低だよ。最低だよ。お前ふざけんなよ。ありえねえよ。てめえだよ。で、40分だからあと5分な、頼む、貸してくれ。まあ、金借りるために呼び出すってやばいよ。ほんとごめん。おお、助かるよ。案内するよ。パチンコ屋行くわけじゃねえよ。え、じゃあどこ行くの？家買えんだよ。なあ、頼むよ。1000円だけ。チャンス目がどうなるかだけ見たいんだよ。頼む、貸してくれ。ふざけんなお前。久々にお前だっていろいろ話できると思ったのによ。いやー、ちいな、仕事どうだよ。親御さん安心させろ。お前月いくらもらってんだよ。一応の世間話やめろお前。なあ、頼むって。貸してくれ。な、頼む。な、絶対に貸さない。あ、貸せないんだな。マジで貸さない。絶対無理。あ、わかった、ありがとう。な、何？いいの？あ、貸せないんだろ。貸せないよ、もちろん。わかった、呼び出したら。わかった、ありがとうな。じゃあな。おお、ごめん、待たせたな。わりわり。最近どう？暑いね。親御さん元気？月いくらもらってんの？あいつ他のやつも呼んでたのかよ。